田ちゃん、おはようございます。おはようございます。今日は視聴者の方に、はい、りさちゃんに聞きたいお悩み相談をやりたいと思います。はい、よろしくお願いします。続きまして、ババンババン、りさちゃん、これはもうね、誰もがね、みんな悩んでいるドライバー、はい、多分一番悩みが多いんじゃないかな。スライスの直し方、まず堤健太さん、はい、りさちゃん流カット打ちを修正するドリルってありますか？カット打ちを修正するドリル、はい、はあ、続きましてラブラブジェジェ、ラブラブジェジェ、違うかな、ラブラブジェジェさん、はい、スイングはずっと振り切ることをイメージしてたのですが、特にドライバーのスライスがひどいです、うん、はい、で最近インパクトの瞬間に手を止めるイメージしたところスライスが減ってきました。失敗するとひどいきっかけになりますが、どうしたらいいですかみたいな話です。でもう一人いきます。ミドロ CTW さん、フェードボールが打てるようになりたいです。まあこれ結構スライスと、まあ、近いかなと思ったんで、こういうボールの軌道だったんで入れました、うんうん、はい、どうですか、まあ、カットとスライスバーンっていっちゃう。スライスはね、ドライバーに関してはクラブが遅れてきてフェースが開いて、いつもインパクト当たるとスライス回転がかかってスライスするっていう感じなんですけど、あともう一つはシャフトが合ってるのか合ってないのかっていうところも、またドライバーになると関係する、関係するところは結構あります。まあ、そこはさておき、さておき、その練習場でとかコースでスライスが出た時に直すドリル、まあシャンクと一緒で、私がスライスが止まらなかったときは、これはもうクロスハンドで練習してます。ドライバーをクロスハンドで握っちゃうの？もう本当にスライスが止まらなくて、右に OB があったら右にボワーってより行っちゃう。ただメンタルもやられてるんで、うんうん、基本的にこういう動きをしてスライス回転がかかってスライスしちゃうっていうのがあるので、これもシャンクと一緒でクロスハンドにして、ヘッドがこうできるだけ先に、自分よりも先に出てくれるようなドリルをしようと思ったのがこのクロスハンド。で、あと体が流れるとか、軸がぶれて体が流れて手が遅れてきてスライスしちゃうっていうのももちろん要因としてはあるんだけど、まあ、簡単にコースとか練習場とかでパッと直したいときはこのクロスハンドでやるドリルっていうのもありかなと思います。とにかくなんか悩むじゃない、やっぱりのときはもうほんとシンプルに考えた方がごちゃごちゃしないし、近道っていうのは、うん、なんかスライスするシャンクでボールが右に行く、そういうときはもうあクロスハンドにしたらいいんだってこうシンプルに考えました。これはもう別に、ね、左に行けば、このクロスハンドで、あー今のはこういう動きですね、うん、が右に向く動きをするとああいう球が出てます。もうチョロしてでもいいので、何かうん、うん、普通に触れるんだね。これもね、本当にコツコツ系で結構やりました。うん、おお、今のは正解ね。これでも全然いいです。こういうドリルを朝の練習とかでちょっとやった
投げる、まあ、3球5球ぐらいやって、まあ、普通に打つ。ちょっと違うと思って、あともう一つはクラブを逆に持ってここで素振りをするっていうだけで、これを3回ぐらい。それは何の効果があるの？これを3回ぐらい素振りをした後に持ち替えて素振りをしてあげるとヘッドの位置がどこにあるかすごく分かる。おでもこっちにすると先が何もないので。そうだよね、全くこう振ってるだけの状態なんだけど、持ち替えると本当にヘッドがつくので重さがやっぱ変わるから、本番打つ時にこのヘッドの位置を感じられるとヘッドが先に出た瞬間が分かる。これも結構おすすめ。打つ前に逆で素振りしてで持ち替えて、前に一回素振りしてそれから本球打つといいと思います。まあ、これは最初不安だったら練習場で先にやってもらってそれでもいいかな。とにかくヘッドを感じられる練習ドリルです。はい、ありがとうございます。はい、もう完全に私の感覚と実体験と、やってきたことなので、これが全てがなんか正解じゃないので広い心で見ていただければなと思います。なので何が一番自分にとって分かりやすいかと何が一番合ってるかっていうのをこうちょっとずつこうピックアップして聞き入れてもらえたらなと思います。100人いたら100通りの教え方があると思うので、自分にこれは合うなって思ったものだけ取り入れてもらえたらなと思います。ペコリペコリ、バイバーイ。チャンネル登録お願いします。